通俗イソヒロシ物語は、明治時代に渡辺厚氏が出版した、イソップグーワの和訳。全六巻。第一巻から第五巻の原本は1863年に、トマス・ジェームズがロンドンで発行した、イソップグーワ州の英訳本、イーサープ・エス・フェーブルズ・ジョン・マレーである。この英訳本を百六十八年に英国留学から帰国した、が持ち帰り、 渡辺が譲り受けて翻訳したものである。また、第6巻は、フィラータウンゼントが、ロンドンで発行した、イソップグーワ州の英訳本、300イソップ・エス・フェーブルズを翻訳したものである。第1巻の見返しには、明治5人身環境と記されている。また、第4巻の見返しには、明治6機有環境と記されている。当時発行された、新聞広告によると、 前編3冊は1873年4月に、後編3冊は1873年12月に、刊行されたものである。全237話。1888年12月に、本書の増保改訂版が、英語原文別冊と共に刊行された。全280話。本書は、ベストセラーとなり、また小学校の修身の教科書としても用いられた。 アイソーポースの英語表記イーサープをイソップと発音するようになったのは本書の題名によるものである。本書の差し絵を担当した絵師は川辺教祭、藤沢梅南、坂木孝孫である。特に通俗を歌った背景として、とかく、後期から出てくるものじゃ、など、江戸っ子の口語を多用したわかりやすい言い回しを意識的に使用したことが挙げられる。ありがとうございます。